吉田さん、金運財布良かかったじゃないですかあのねこのお財布を金色にしたらお金が儲かるかどうかっていうのは多くの人がねそんなわけないじゃないかなと思って結局金色の財布なんて持たないんですよねでも金色の財布を持つだけで金持ちになるんだったらこんな簡単なことはないですよねだから簡単なことからやるべきなんですけども簡単なことを軽んじて なぜかね、効果の出ない難しいことをね一生懸命やることに美徳を感じる、まあ、そういったね勤勉な皆さんがいらっしゃるんで私たちは浮かび上がっていきますよねなんかその、うん、以前もねなんか勝負事とか私の場合だったら麻雀で言ったんですけども麻雀の目的って勝ちたいわけでしょじゃあ勝てる人とやればあ楽しめるわけなんですよで、えー、強い人とやりたいっていうニーズはなくならないんでじゃあ俺が相手してやるよって言ったら喜んで私のところに飛び込んできてくれてねで終わった後に「ありがとうございました」ってお金を置いてくれるんですよね。 ここれこそまさにに、理想のの姿なのになかんしかもその強い人とやって負けたらなんかねすごく不満を持ったりねあ自分は向いてないんじゃないかなと思ったりとかね自己嫌悪に陥るみたいなね、うん、お金かけてる以上、まあ、ビジネスもそうですけども結果的にお金が増えたかっていうのが最大の目的であってそのプロセスっていうのはもうなんか自己満足とか干渉に過ぎないんだろうなと思いますよね。 他にもねいろいろとこういう要素がってあって簡単にお金が儲かるんだったら財布ぐらい買えるよってもう金色の財布って持たないわけですよでも金色の財布を持ったりとか黄色い車に乗った人ってやっぱねあこの人お金に興味があるんだなって分かるんでお金に関わる話ってどんどん近寄ってくるんですよねこれは非常に分かりやすいことだと思いますよねでも白とか黒とか顔メタとかねそういうふうに多くの人が好んでる色を選んじゃうと多くの人と同じように見られちゃうんで大した話は舞い込んでこないばかりか 当たり前のトラブルが舞い込んでくるというね。その連鎖に入ってしまうんではなかろうかと思います。ま、私もこのね。とにかく、あの行動する以上は、あのお金か時間の短縮に関わること。それは何でかって言うと、他人と関わってる暇がないからとかね。<laughs> そういうことは何で言い続けるかって言うと、そうなると私に近づいてくる人って本当によくね。厳選されたものだけで届けてくれる可能性がちょっと高くなるんですよね。 無駄だと思ったら、私も電話も出ないですし、メールも返信しないと。まあ、そういうことを言っていれば、あ、これはどうせ断られるかなと思ったらね、断られそうなレベルのものってのは来ないわけなんですよね。まあ、非常にありがたいことだなと思いますんで、それをかいくって私のところにメッセージくださる方、私が返信できる方っていうのは、きっと、まあ,あの、向上心に溢れた、儲けたいっていう人とかね、人生を豊かにしたいっていう人なんですよね。うん。まあ、私がね、何かをできるって偉そうなことはないんですけども、ただやっぱね、 あのどこにも向かわない人と明確にどこかに向かっている人っていうのはこれは,はっきりしていますんで、まあ、私は明確にどこかに向かう人間なんでいつもねだからこそまあこうやって選ばれ続けているんではなかろうかというところでございますまあお財布ね私もね金色にしたことあるんですけども儲かりませんでした、うん、でそれ以来お財布を使うことがだんだんなくなってきて今では財布がないんですけどもね <laughs> あの電子マネージじゃないですかスマートフォンとかってね、まあ、こういった形になりましたんであのお財布ねなかなかね裸銭ですよね今ね で、レシートを納めておくところがないんで、仕方なくこうやって2つ折りの財布を持ったかなってところなんですね。結局、財布いみたいな感じですけども。アルマーニの財布ですよ、これも。これ、アルマーニだから買ったわけでね、色とかなんとか気に入ったわけじゃないんですけども。まあ、お財布をなんかね、プレゼントしてくれる人ももういなくなりましたんで、本当に必要なものは誰もくれないんで、自分で買うしかないかなってところでございます。まあ、本当に必要なもの、時間とかお金、これもね、誰かがくれるわけじゃないんで、自分でやるしかないかなってことですよね。 にお金持ちになるる方法があるとしたら財布を、ね、金色にするぐらいのことをやればいいんですけどもね私もやってませんけど、うん、お金困ってる人は財布金色にするべきだと思いますけどねか返す返すと思いますよそれはい、うん、ってらっしゃいですね